海外でサッカーするのは何回目になりますか？初めてです。じゃあ楽しみなことはありますか？バルセロナと戦うことです。じゃあバルセロナさんに向けての意気込みを教えてください。日本勢はバルセロナに勝ったことがないのでバルセロナに勝ちたいです。はい、スペインに行くのは 何回目になりますか？2回目です。前回はどうでしたか？楽しかった。試合結果はどうだった？勝ったり負けたり勝ったり負けたり。じゃあ今回スペイン遠征の意気込みを教えてください。バルサに勝つことです。今回海外でサッカーするのは何回目になりますか？2回目です。前回はどこに行きました？クロアチアです。その時のなんか経験みたいなのは何か教えてください。海外の人結構サイドに速い人が来るのでそこを結構注意してやっていきます。今回のスペイン遠征に向けての意気込みを教えてください。バルセロナにしっかり勝てることと、まあ、グループで、まあ、トーナメントまで行きたいという、まあ、目標でやっていきたいと思います。3の順を取ってくるんだけど、こういう形で行くって位置はそれにプラスここのゾーンだけ相手がそうで、ここのゾーンは同数、ここのゾーンも同数、ここのワイドだけうちが一番最後のところが数的優位な形で守るところから始まる。オーソドックス541って言ってもうちょっとディフェンシブに高い方もあるんだけど、あくまでポジティブに捉えてこの形からいく。相手が今日どういう形で回すか分かんないから、ちょっと仮定でしかできないんだけど、まず8がトップで、で青葉と距離がこうで、右と左、黄色真ん中、もうトップのキーパーでもいい。中入ってきて、中入ってきて。そうだよ、これ。だから、この抜け方ダメだって。置き去りじゃん。そうだよ、この際。こうパッと。ボールといければ一生懸命やる。こんなことない。みんな走り終わったらもっと遊んじゃったりさ、気持ちが入ってなかった。
だけやってくれてるんで、簡単なことじゃないから、うん、先生がちゃんと伝えてくれて、スペイン行く前に今日で高い試合やってあげたいから、あれだけやってくれてるんだ。それはちゃんと受けて、ね、勝ち続けられて、別にどうでもいいんだ。こっちはスペイン行った時にいい結果取ればいいんだ。じゃあそのために何ができるか。こうだったら、こういうことをしっかりできる。で、今で言うと、あの後ろで回してる時にさ、あるじゃん、キーパーが待ってますみたいな。相手1枚だから基本的な考えで、サッカーの考えではこの2人で、この2人で、まあ、ちょっと今度ピョリとカズハンだけど、ここをブレイクできなかったらもうこの先は基本的にハマってるから、例えばカンタがハマってる、ね、あここがハマってる、大体ハマってるから、でみんな、ね、こうなってる時にここに出そうとしちゃってる。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか今日の朝鮮中学との試合は。いや、みんなでかいから全然ボールが保持できなくて大変でした。いいところはありましたか。いいところはエイトが全部裏に抜けて一人でいてくれるんで、そこは楽です。じゃあ、スペイン遠征に向けてもうちょっと高めていきたいことはありますか。切り替えをもうちょい早くしたいですね。あとはあのサッカー以外で、ね、もっとやりたいこととか、まあ、例えばコミュニケーションを図りたいとか、まあ、行くまでにこう、ね、飛行機の中で仲良くしたいとか、なんかそうやってしたいことがあれば。あ、一緒に先に行くセナっていう人とまず最初になんかコミュニケーションをちゃんと取って仲良くしたいです。じゃあ、まあ、ヒーローは、遠征メンバーとは別に、サバデルのトレーニングキャンプに先に出発するということで、まあ、みんなは2月6日から出発なんだけど、2月2日から、一緒に行く宮内瀬名と一緒に行くわけですけども、まあ、トレーニングではどういうことを学んでいきたいと思います。ちゃんと声をかけてコミュニケーションを高めて仲良くしたいです。スペイン語は喋れてたりするんですか。まあ少しですけどね、ちょっと話します。勉強してきたことをしっかり話せるように。サバデルでトレーニングに参加するわけですけども、まあ、前回もねちょっと参加したと思うけど、まあ、こんなところをちょっといろいろ吸収していきたいなとかありますか。ドロップの精度とかパスの精度とかを上げていきたいです。じゃあとりあえずねサバデル先にキャンプ行くと思いますけどね、頑張ってください。はい、行きます。試合後のラーメンはどうですか。いや、美味しいです。しょっぱかさ探しみる。いっぱい塩分取って。誰がより安い、一緒にやってて。青葉はすごい勉強熱心だしね、いろいろ聞いてくるから、こういうことやりたいっていうのがいいかもしれないね。ラインカーの取り方とかもうまいし。自分に足りないものは力とか、体力と体の強さ。そうだね、気力がないと先のこと前見えないからね。さあ遠征前日です。さあ帰ってきて、ここからちょっと荷物整理しないとね。まだ全部パッキングできてないんで、ここからパッキングをします。去年の大会の模様を見ながら明日出発する用意をしてます。さあいよいよ明日からスペイン遠征になります。今の心境はどうですか。楽しみです。楽しみ。今日は学校で最後何か言われました。頑張ってきてください。入った、入りそう。いよいよ出発当日です。はい、どうですか。日の丸のつけたウェアを着て、どうですか。いや、これ普通に生地がいい、着やすいです。普通に
普通に着やすい。日の丸とかはね、日本代表の人しかつけたことないわけだから。どう？かっこいい。かっこいい。日本代表、日本を背負って戦うわけだからね。うん。今日は朝ごはん何食べましたか？納豆ご飯と味噌汁と卵焼き。そう。1週間ぐらい日本の食事が食べないからね。うん。ママが用意してくれたの。そう。スペインの食事は合いそう。食べれそう。まあ食べれるけど、まああんまり食べれるのはなさそう。なんだったら食べれるの？スペインの食事。サラダのとか。サラダ。前回ヨーグルトとかめっちゃ食べてた。ああ、そっか。そういうのはある。飛行機はどうですか？飛行機は。飛行機酔いそう。酔いそう。そう。飛行機の中では何で過ごす？映画とか映画を見たり。なんか面白いのやってるって言うんでしょ。緊張する？緊張する？緊張しない？楽しみ。今日は何空港で行く？何のあれで行くか分かる？羽田から何、どこの便使うか分かる？ドイツだな。ドイツ。ドハンズ。はい、いよいよ出発です。はい、はい、どうですか？いや、すごい楽しみです。楽しみ、楽しみ。じゃあ一つ意気込み、自分で頑張っていきたいこと、なんか一言。スペイン人と仲良くしたい。頑張ってきてください。はい、はい、じゃあ行ってらっしゃい。団長、一足を先に。おう、行ってくるよ。今回どうですか？初めてのICC カップ。まあ7人制からね、4人増えただけだから確かに、まあ、通常のサッカーじゃない。コートが倍になりますけど。そうね、まあ楽しみだよね。なんかさ、思ったよ、みんなさ5号ボールなんだってね、ちっちゃい頃から。あ、そうなんだ。あっちが、うん、あ、そうなんだ。だからなんか慣れてますよね。4号とか何とかなって、うん、もう生まれた時から5号ボールなんだよ、元々が、うん、へえ。以上。そうしね。でも5号ボールじゃなかったよね、大会。いや、なんか4号だった気がするんですけど ね。あんま気にしてなかったけど。そっか。まあ楽しみだね。はい。今回。まあ、ウチョンがね、自分のチームを半分連れていくからな。一応、初めてカフリンガとして、まあ、これでいい結果残して今後、つながるといいですね。いや、いいよ。大事なお子さんをお預かりいたします。いってらっしゃい。